チームギルドっていうものがあって、ギルドのみんなが一緒にチームみたいな感じでゲームをやっていくんですけど、ブロモアみたいにみんなでなんていう、戦争じゃない、なんていうの、戦いに行くとかいうのはないけど、ストーリーを進めていくのが大事なゲーム、レベル上げながら。後ろ燃える心配ないです。で結構今回はね、メンバー結構、前回は数人なんだけど、結構いろんなメンバーが参加してるんですけど、でもその中でも敵じゃないんです、メンバーみんな。最終的にはトップ3、ポイント数がトップ3に入った人がご褒美で好きなことをやらせていただけるんですけど、基本は団体戦です。推しメン関係なしに。しかもね、端末2つでやることもできて、だから私のギルドにと他の人のメンバーのギルドを兼任してもいいらしい。してた。プレゼントありがとう。お疲れありがとう。久しぶりに配信くれた。ハートありがとう。ギルド入って満足しちゃった。しないでー。私も分からずに進めてる。ちょっとだからそのね、むしろのみんなで理解しようの回、ちょっとずつ。結構最初の1週間ちょっとが大切らしくて、大切っていうかほとんど最初の何日かでイベントは終わるみたいな。ママも参加してる。ママもめっちゃやってる。ママとパパも鬼のようにやってる。たこの前怖かった、ずっと2人でやっててママに関してはロンバもやりながら並行して、ロンバ開いてミシル開いてみたいな、あやばいロンバやんなきゃみたいな、あやばいロモはアップデート入ったみたいな、この間ミシヒロみたいなガチガチってます。ママの方が詳しいかも。プレゼントありがとう。レインボースターもありがとうございます。目指せトップ3やね。そう、目指せトップ3です。トップ3に入ったら豪華なご褒美があるんですけど、私はレイさんの雑誌、ファッション雑誌のレイさんっていう雑誌があるんですけど、それに1ページ撮影させていただいて掲載していただけるみたいで、そこを目指したいです。それぞれこれやりたいとかいうのがあるんですけど、やっぱり雑誌に載って形に、写真に残るのは嬉しいので。めっちゃ可愛い、ありがとう。めちゃめちゃ可愛い。そんなことない、最近本当に食べ過ぎてやばい。冬ってやっぱしゃあないよね。顔の肉やばい。撮った方がかわいいのかな裏がめっちゃ張ってる。ボトックスしたい、ここに。特殊したらめちゃくちゃ変わるタイプの顔、骨格は変わらないか、顔な気がする。1週間終わったらお弁当が出るかね。いや1週間じゃないんですよ。ちょっと何日かちょっと忘れちゃった。なんかちょっと待ってね、化粧水したら調べます。なんか最初のその何日かで終わって、その後は普通にみんなで楽しくゲームを進めていくんですけど、
なんかとりあえずとにかくストーリーをめちゃめちゃ進めてってください。でも途中で勝てなくなって進めなくなってくるから、強いヒーローを育成して、何が溜まったらレベルアップできるかも分かんないけど、ちょいちょいヒーローの一覧を見てレベルアップできるやつがあったらもうどんどん使っていくアイテムを。まだゲームのことになかった。私もされといな、されたいです。見てほしい。焼けさせたカメラもやってほしい。え、どういうこと？30日にこれ申し込みました。わーい。30日？あ、30日、あ、30日はあれだよ、通常声じゃないよ。筋肉ついたい。スケボーの筋肉ついた。食欲の冬ね、食欲の冬。秋もなんかそんなようなこと言ってたけど本当にそう。やば、なんかこのニキビ本当に一生治んないんだけど、皮膚科行きたいけど行く時間ない。でなんか肉眼では見えないのに配信だとここぷっくりして見える。え、何これ、何もなってないよね。ストーリー進めてるよ。本当？ゲームの画面がめっちゃ綺麗でビビった。そこね、確かにキャラクターとかめっちゃかっこいいし、めっちゃ可愛いよね。ルックスビジュアルが良すぎる。敵強すぎて何度か集めました。え、ギルド内の戦い方何もわからないんだけど。プレゼントありがとう。ワールドカップめっちゃ見てたね。ワールドカップね、めっちゃ見てた風だけど、まあ、見てたけどちゃんとしっかり途中でお風呂入ったりしてるし、めっちゃいいところだけ全部見てました。でもね、マジで最後の決勝をちゃんと見れたのは本当にもう悔いないです。あれを見なかったら本当に悔い残ってた。本当に素晴らしい試合でした。メッシの最後の試合、メッシって現役だったんだって、メッシ選手現役だったんだって毎回思う。ワールドカップのためにそれぐらい小さい頃から活躍してるからびっくりする。長友選手もそうだけど、サッカー詳しくない人でも知ってるじゃないですか、絶対聞いたことある名前。それだけですごい。誰もありがとうございます。プレゼントもありがとう。今日早くお風呂入ったのに新潟寒くない。今日はそう、早くというか配信のためにめっちゃ頑張って入った。その本当に11時過ぎまでめっちゃもうずっとダラダラしてた。帰ってきてからもうダウンも脱がずにいろいろやってて、配信するから入らなきゃって思ったら頑張れた。そのおかげで今日はもう配信終わったらすぐ寝れちゃう。早く虫拾わなきゃ。スキンケアめっちゃ長い。で見て、えぐいぐらい皮がむけて、でも痛くて取れてないんだけど、めっちゃ痛い、地味に痛いやつ。爪の形めっちゃ綺麗、全部偽物です。あ、めっちゃ肌もちもちになった。
決勝マジ寝不足になっても見てよかった。え、待って、そうだよね、私も眠感疲れてたのよく見たよね。わかる、私あのワールドカップの直前の配信12時までやってたんですけど、本当に半分寝てたぐらい眠かったのに、お風呂入るのが入る記憶がなすぎてずっとうとうとしてて、はぁ、あ、みたいになってて、ワールドカップもこんな感じで見てて雨で見てて、前半終わってよしお風呂さすがに入ろうって思って入って出たらめっちゃいい試合してて、あもうこれ寝れないわけよってなって、結局最後まで見て3時ぐらいまで見て、うん、眠気をね通り越しましたよね。その次の日一日中なんかもう体だるかったでも見てよかった。私ふかし得意じゃないのにさ、得意じゃないのにとか本当に得意じゃないんだなって最近思う。本当に体調がもうずっと良くなくて、絶対睡眠不足のせいだって分かってるんだけど、プレゼントみんなたくさんありがとうございます。メッシ最後に優勝するのさすがスター、本当にすごかった。え、最後の延長戦の時の3点目のメッシのシュート、やばかった。うわー、もう本当に引退する最後の試合でこんなかっこよく終わるんだって思ったら、フランスが最後の最後でペナルティーキックみたいな PK で 3-3 になって、まあマギかってなったけど、なんかもうずっとアルゼンチン応援しちゃった。どっちも勝ってほしかったけど、わかる、どっちも勝ってほしくって、本当にどっちも応援してたんだけど、結局なんかメッシ選手見るとメッシ頑張れってなって一人ですごい喋ってた。メッシってサッカー詳しくないのにめっちゃメッシ好きな人だった。最終決勝見てる時メッシのこと10年応援してますぐらいの感じのテンションだった一人で。それぐらい入り込めちゃった。マジで感動しました。だから PK のメッシもさ、マジでかっこよかったよね。何あの抜く感じ。あれがベテランの余裕か。レインボースターありがとうございます。マさんもありがとうございます。メッシねえ、このみんなが子供だった頃からスターってやばいね。メッシはあとワールドカップだけ取ってなかったの激アツやん。そうなん、やば、ちょっともう一回見よしよう試合。え、それ知らなかった。え、それ知ってみたら泣くわ私やばい、メッシヒロやろう。ミシヒロってなんかさ、誰名前みたいで、私ミッシングヒーローズって言いたくなる。なんか最近乾燥やばくてもう保湿しまくって、よし、それでは石広プレイ。え、みんなってかレベルをさ上げるって
上げて進めていくのが大事なんですけど、みんなってどれぐらいのレベルなんですか？ヒーロー高くて、私80とかなんだけど、めっちゃ多分みんなに比べたらすごい低いかもしれない。ハデスをめっちゃ育てて、それでも80。ストーリーは全然です。今まだ5-24ん？ 5-24 かな。みんな同じぐらいですね。30。なんかどんどんレベルアップしていけるよね。でも何が溜まったらレベルアップできるかも分からずにやってる。レベル120ぐらいだけどもう上がりません。どうやったらさ、もっと上がるんだろう。進行曲げてね。何これ、それ何それ。ちょっとツイートしよう。配信でミシヒロ、ミシヒロさん、緊張報告。どうした、もうだるまが、だるまありがとう。新格、新格、何すると新格上がるかも分からん。分かる。ちょっと待ってね、まずイベント聞かな、ちゃんと見よう。あ、ストーリー 2-1 クリア後から7日間がポイント獲得期間らしい。だから人によってその7日間は違って、皆さん 2-1 では多分結構最初の方にというか、もうチュートリアル進めた後すぐぐらいだと思うんですけど、自分がそれを進めた後から、進めた時から7日間のポイントしか反映されないんだって。イベント自体はもっと1月とかまでやってるけど、このギルドないの、なんでだろう。ハートありがとうございます。アイテム足りなくてすぐ負ける。アイテムが何かも、ダイヤ召喚で使っていいの。私もう溜まったらすぐ使っちゃう。なんか強いヒーローを出したらいいのかなって。だからヒーローを強くするためにさ、多分その召喚 して出てきたヒーローのさ、カードなのか分かんないけどが必要になるよね、きっと。なんか進化とか押すとさ、強化か、強化って押すとさ、材料にヒーローのカード出てこない。召喚して出てきたカードのことだと勝手に思ってる。よいしょ、充電したい。充電があった10%。どうもありがとうね。アポロン強すぎる。アポロンって何？同じやつ何枚引けるかでほぼ決まる。あ、そう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 、ほぼ決まる。そう、同じやつを何枚も出るといいから、そのどんどんやってった方がいいです。それは
ほぼ決まる。え、決まる、何が決まるのかは分かんない。何が決まるの？アポロのどれ、私持ってない。 SSR はハデスとイズンとフローラと、フローラ好き、必殺技が好き。あ、なんかリーさん出た。なんか中華チックの、なんだ、誰だろう、これ、これさっき出た。レベルアップする時のさ、音やばい。できる前ずっとやる。経験値が足りませんっていうのは多分だけど、経験値を上げるにはストーリー進めていくのもそうだけど、試練の地ってやつで経験値上がるよね多分。バトルの画面の、SSR さん確かに、え、ダイヤ使いして消費しまくってるとあれですよ。で、出ます、そのうち。あとヒーローのところにさ、びっくりマークつくとさ、うん、違う、ヒーローの欄の図鑑にびっくりマークつくじゃないですか。でも知ってる人がほとんどだと思うけど、この新しく出た、召喚して新しく出たヒーローを一回ちょっとタップ したらダイヤがかける100ってもらえるんですよ。それも普通にもらった方がいいと思います。で、画面綺麗すぎて反射しない、すごい。これね、有名の。これ何に、なんて読むの？このさ、びっくりマークを貯めとくのすごいさ、気になっちゃう私。もうさ、受け取るのすごい大変。特にクエストのところすぐ貯まる。受け取りが。全部すべて一気に受け取れればいいのに。でもこのクエストのミッション何したら受け取るとかわざわざ確認しなくても、なんかなんとなく進めてたらなんかいろいろ受け取れるか。リー・シュンシン、リーさん、リーというのは読めた。 VIP2 になったよ。とりあえずびっくりマーク消してる、わかる。私もでもゲーム苦手な人でもできるなって思う。で、みはるが言ってた。単純にやっぱヒーローのレベル上げていくのが大事な。ブッシュドノエルだ、美味しそう。イズンは入れとくと安定すると思う。イズン、さっきイズンって言った？イズン、どれ？どれがイズンだか覚えてない。あ、これね。あ、わかる。私イズン入れてる。リーさん強いかな。これオート機能めっちゃいいよね。ローマ難しすぎた。わかる。難しいけど私結構楽しかった。考えるのすごい、そういうゲーム好き。え、マママジでドハマりしてるからやめないでね、みんな。ローマ版もやってよかった。私が言えることじゃないけど、やめないでください、ママのために。あと装備もね、付け忘れてる人いたらすごいもったいないというか弱いので、ヒーローして、そのヒーローしたら右下の装備をして、なんか何がいいとか分かんないけど適当に
装備 してください。何がいいんだろう、装備。スキルのクールダウン、このチュリーさん使ったことないから使ってみよう。マーリンめっちゃ出るんだけど、マーリンって強いの、なんかすぐ死んじゃうんだけど。マーリン、ハデスするな、ハデスするいるならリーを外した方がいいかも。マジすごいね。なんで、わかった、ハデスとリーは一緒にしちゃいけないんだね。混ぜるな、危険ですか。なんでわかるのそういうの、私もわかりたい説明したいのにみんなにできない。お腹すいた。今日ね、リンツのね、あ、間違えた、リンツのドリンクを初めて飲んだの。なんだろう、冷たい方のミルクチョコレートの方のナッツが入ってる冷たいドリンク、めっちゃ美味しかった。スタバよりもちょっと高いんですけど、私ハマっちゃいそう。リンツにちょっとお金費やしちゃいそうって思ったぐらいマジで美味しかった。注入って何？ SSR にある。色は揃えると戦力アップするの。え、そうなの？色揃える。え、でもさ、水より炎が強くて、炎より黄色いやつが強くて、黄色よりは緑が強くて、緑よりは水が強いみたいな、一応あるよね。そんなん関係ない。こういうのチャットで話していいのか。え、カチャットでぜひ使ってください。私初めて今日チャットのやり方知った。結局可愛いキャラ使ってしまう。いや、それは大事。あの、わかる。ビジュアルいいの使いたくなるよね。このさ、ギルドのさ、画面にあるさ、ランキング、ギルドを知って出てくるランキングに入るにはさ、どうしたらいいの？あ、違う、申請って押してランキング出てくるじゃないですか。ファンの人の名前とかさ載ってるけど、このメダルってどうやってゲットするの？イベント集計までにいずれかの種目でメダルを獲得するとランクインできます。金メダルの数量により順位が決まり、イベント終了後に報酬を受けることができます。金メダルどうやって取るの？バッグにアイテムめっちゃ入りまくってんだけど、これいつ使ったらいいんだろう。こちらもタンク役で1名入れれば大丈夫。タンク役って、タンク注入が広角のレベルアップ。おお、なるほどね。
どうすると注入できるんだろう。びっくりマークついたら注入してるけど。あ、広角じゃない、深刻ね。本当だ。え、注入できたわ。注入いつも進めてなかった。え、リーよりさ派で進めた方がいいか。収入よく分からんなあ。一気に2から4になった派です。80レベメダルはメダルランキング以外のところで3位以内になるともらえる。どこ何で3位以内になるかもわかんない。か、本当に。オリンポスの新兵申請。ストーリー進める、ん、獲得ポイントでメダルもらえるのか。獲得ポイントでそれストーリー進めるところでの獲得ポイントで高いポイント取ってランキング入ったらメダルがもらえるとか。えっ、めっちゃ濡れてると思ったらなんか パックだった。パックそうだ、今知ってたから机に置いたままだった。合格、進化、合格っていうのは進化でレベルアップするとこれどうなるの。うーん、これどうなるの。機材と機材を集めるの得意です。うん、それローモバやな。アカウント調べてみよう。でも新しいゲームだからさ、攻略も書いてないんだよね。石ひろ、深刻、道広深刻仕様の解説出てきた。深刻とは SSR と UR ヒーローだけが持つ特別なスキル。あ、そうなんだ。まあ確かに SSR しか出てこないわ。それぞれ仕様の深刻一つと二つの副深刻を持っています。真ん中にあるのと両脇にあるのが副神化。神秘、聖、聖、何か聖達、虚空、不
滅、精神の収益が確認されています。注入から広角ジムを消費しレベルアップすることができます。進化スキルを装備すると戦闘中にあらゆる効果を発揮するためバトルによって使い分けてもいいでしょ。むずっ使い分けるの。広角ジェム、マーケットやイベントなどで入手する。広角ジェムを使う。広角ジェムはマーケットで買うかイベントでなんかでゲットするしかない。でも全部ストーリーをつなげるために、ストーリーを進めるためにのあれにつながるんだ。ステータス上げれる。とりあえず強くなる。そうだ、たこ焼きありがとう。西広の毎日やるべきことはメインストーリーを進めること。初心者クエストを進めよう。だって初心者クエストでも何も考えてなくても自然に進んでるよね。すごい、これあるあるなんだけどさ、初心者クエストでさ、なんかびっくりマークついてさ、受け取るときさ間違えてジェム使っちゃいません？ポン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 ってやってたら、私今日5回ぐらい間違えてジェム使っちゃった。連打してて受け取るを。雪国の試練全然わかんない。ジム使わなきゃいけないのか。雪国の試練、びっくりマークついてるのにさ、何をやればいいか分かんなくて消えないびっくりマークが。ありがとう。使った方がいいのかと思ったけど違うのか。でも初心者クエストを進めるべきって書いてはあるわ。この心理のキューブもなんかわかんない。完成したらどうなるんだ。アバター最後にゲットできてよかったよ。レニューアバターですか、ショールームの。でもさ、このオリンポスの申請でランキング入るとメダルもらえるんですけど、オリンポスの申請って領地って押したら下か左側の丸いいろいろバーってなんでる項目の下か2番目に申請ってところがあるんだけど、
これのクリアラッシュ、クリアラッシュを進めていくといい、いいというかストーリーを進めてポイントをもらって、そのポイントでランキングに入ったらメダルもらえるんでしょう。ランキング入れなくない？これ相当頑張らなきゃ。ケグには自分のステージ選択していくのよ。自分のステージ選択、本当だ。解放挑戦。え、なんか初めてなんだけど。え、何これ350レベルって何？メダル取るのは多分相当難しいです。じゃあ地道にポイント稼ぐしかないのか。でもさ、ストーリーをさ進めていくだけでポイントがつながるんですよ、ポイントに。だからそのー団体戦だから、他のメンバーともそのポイントが、みんなのトータルのポイントが高ければ高いほど目標ポイントに近づいていって、新潟日報さんの掲載がかかってたりするので、よくわからないよって方もメインストーリーを進めてくれたらポイントにつながりますので、ストーリーとハデスの地獄を進めてください。ハデスの地獄やって、ハデスの地獄進めたことなかった。まあ、ハデスしてます。ハデス初めてやった。ハデスの地獄プレゼントありがとう。ウキグリに自分でステージ選択してくって言ったけど勝てない、全然勝てる気配しない。ハデス強すぎてめっちゃ言えます。え、相手が強いってこと？ハデスマジで強いよね。最初はめっちゃ勝てるな、これ。え、リーさん使ってみたい。使ってみよう。ハデス抜かしてリー入れる。ハデスの地獄の方がポイント高いなって。ねえ、なんでそんなにさ分かるの？ガイドブック欲しい。でもポイントみんなで頑張って、なるべくポイントを稼ごう。 SSR を出すために召喚もちゃんとちょこちょこしながら、ヒーローのちょっと音でやってます、ずっと。え、リーさん強くない？今日は私の誕生日、おめでとうございます。12月20日、お誕生日おめでとうございます。クリアラッシュのページの右上にどうやったらポイントになるか書いてある。
あ、それがハデスの地獄なんだ。あ、すごい、リーさんが攻撃回避してる。もう今始めたけど、もう1の17、もうこんな時間、早い。でもこれ虫になってやっちゃう。メインストーリーを進めると経験値が上がって、経験値が上がるとレベルが上げられて、あ、経験値が上がらないとレベル上げられないから、ストーリーを進めるみたいな、全部つながってるんですね。え、もう一面終わった、1ステージ目終わった。ハデスの地獄今初めて。昨日休みだったのに一時中やってた。え、すごい、休みをゲームに費やす、すごい、ありがとうございます。さ、ギルドの画面ではさ、何をすればいいの、研究センター、え、研究とかやった方がいいの、幸福の祭壇、願いの準備、願い事をする。なんか願い事しちゃった。ギルドボスの挑戦、仕事中にやるとめっちゃ進むよ。仕事中にやると進む。仕事は進んでる。それでも分かる、オートでやってくれるからね、ありがたい。今日は結構進めたわ。意外とみんなと同じぐらいだったレベル。あと3分、早い。全然わからないって言ってて終わっちゃったけど、ストーリーを進めるのが大事だから、みんなこのキャラクターかわいいなとか、なんかセクシーだなとか、かっこいいなとか、声イケボだなとか思いながらやってると楽しいです。バラのインジだっけ、こけていたかった。あ、そう、今日雪の中こけたんだよね、思いっきり。びっちょびちょになってるところで、しかも。めっちゃ痛かった。てかもう、スケボーで擦り傷できてるところに、を膝からドンって落ちたから、すごい痛かった。エアポッツも吹っ飛んでって、見つからなくなるところだった。1分切った、早いんだ。ランキング読まれます。まゆちゃん、しゅうちゃん、パラパラットさん、ダルチさん、マッツーさん、ジョーさん、せいじれんのちゃんがさんがとても心配ですさん、あおいさん、ミスターさん、ぬっくん、まっ先生、りっくん、赤シャチさん、ありがとうございます。ちょっと
難しかったんですけど一緒に頑張ってくれると嬉しいです。またちょっともうちょっと理解したらって言っても7日間のイベントだから、頑張ろうね、ストーリー進めて。おやすみなさい。え、もう終わっちゃった。